どうも、箱持ちのしるみです。今回出ましたよ。ほら、見てください。これ、キャリフォルニアピース。なのでね、マイクを変える前に出てきてしまったので、今、後ろで回していた戦闘機、業務用扇風機をですね、止めました。暑いです。暑いですね。とても暑い。けど、ちょっと今回は我慢してですね、やっていこうと思います。そんなわけでですね、全く右も左も分かりません。なんかこのマップ結構重いっていう評判なんでね、またかみたいな感じですけど、上の方はこれ海なんですかね、水辺？全然分かんないです。まあやっぱあれですね、基本的に3に密集させたいっていう意図がもうありありと見えてますね。3が重要拠点、それ以外はみたいな感じ。もうちょい距離があったら縮めた方がいいんじゃないかなっていう気はするんですけども。C2、C をやってから A みたいな。つか暑いっすね、やばい。とりあえず頑張ってこの試合を取ってから、マイクをちょっと戻してですね、まあちょっとそれは分かんない、どうなるか分かんないですけど、とりあえず業務扇風機つけないとちょっとですね、タイムが上がってきております。というのもですね、ヘッドホンにしたんですけども、これ結構暑いですね。ヘッドホンなんで暑い中でさらに暑くなるようなことをするのだというですね、かなり自虐的な行為をやっておりますけども、汗が今までは出てこなかった汗が出てきております。暑いですね。これはヘッドホンはですね、冬限定仕様です。なのでヘッドホンも元に戻す可能性が今ですね出てきております。いや、ヘッドホン自体はいいんですよ、いいんですけど、暑いです。暑いんで生命の危険ですね。ヘッドホンで死ねないんでね、さすがにそんなことはできませんから、さすがに。もう適当に振って当たればいいかなみたいな。敵と被った感じですね。裸拠点なんですねこれね。いやー出た。なんか最近空振りしますね。空振り、これ3からがっていうか全部裸拠点なんですね。まさかまさかの。入り込めたら有利みたいな感じでしょうか。全然マップが分かんねえ。ああいう感じなんですね。落ちてくれい。さあ、なかなか右も左もわからない。この新鮮味はいいですね。お、1行きましょう。タッタタン、タッタタン。いい感じですね。みんなわかってますね。素晴らしいです。分かってるけど、私はマップがわからない。ボン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 っていう A に行きましょうって感じですね。あ、そうか、なんか3に出てくるんですよね。ここか。もういいですよ、死んでも。とりあえず削るしかない。殴ったもん勝ちですからね。どんどん勢いつけてテンションと勢いを上げていきましょう。徐々に冷静になってきてですね、汗も収まってくるわけがないんですね。残念ながらでも裸なんですね。
しかも水、おお、水の中落ちちゃった。まさかの水なんですね。参ったな。いけるんですかねこれ。お、いけた。上に穴開いてたんですかね。上から攻撃できる、できないですよね。なんぞこれ、どういうこっちゃね。あ、これが、あ、 なんか扉かなんかなんですね。よくわかりません。まあとりあえず1から A は行きやすいってことが割と分かったんで、行ってみましょう。っていうかかなりのあれですね、ネズミゲーというか攻めゲーっていう感じですね。おっと、隙間だらけじゃないですか。まあ、よくわかりませんね。まあオブジェクトが多いですね。痛い痛い痛い。結構カッコつきますね。20代なんで割とかっこいいなーって感じは確かにします。とりあえずリペアを潰すっていうね。まずはネズミゲーですね。すごいな。もうこの本拠地を守るのはものすごい難しいと思うんですけどね、こういう状況だと。もうできないんじゃないかっていうぐらい。こっちもこっちで超攻めてますしね。なかなかそういうのがあるんでしょう。すごいな。ちょっとオブジェクトがなんか多いんで、だからなんていうかあれですよ、もう極端な話ですね、テクチャー薄っぺらくしたいんですよ。あの変にこだわ、あ、変になんかこだわって質感を出すよりもですね、あのよくあるオンラインゲームにあるあの1枚ですね、テクチャーを1枚にプラプラにしちゃうっていう、特にこういう大規模戦はそういうのが必要なんじゃないかなっていう気がします。変にこだわるところはこだわっていいんですけど、ちょっとそういうところ違うんじゃないかなっていう気はしますね。これもう完全に敵戻ってきちゃいましたね。乗り遅れた感バリバリです。ミッシュを壊しましたね。ネズミゲーだ完全な。2どこだ、上から取れるんですかね。取れる感じがしないですけど、ああ上から取るんですかね。 Y がもうとにかくネズミでどうにかするって感じですね。まあちょっとあっち出撃する地点を選択してください。シールが残念ながらないっていうね、この悲しみ。北はウミラーですね。うん、あ、なんとかないです。しかしやっぱりね、FPS50 欲しいなって感じですね。お、なんか来るぞ。高熱源体。あれか。おお、あんなもんつ必要な、お、なんか飛んでくるんですかね。おってきましたね。あれに惹かれると対応するらしいです。まあ、重いゲームはあれか。原因は分かりましたね。ああ、これまずいっす。まずいっす。お、倒した。素晴らしい。あ、ゲレンさんなんですね。アグいっすね。アグいっていうか、あ、狙ってない。いや、なんすか。
ああ、それか、いい武器ですね。あれください、あれ。いや、あれじゃなくてもいいんで、爆いらないんで交換しましょう。爆はいいです、もう。マズラトップ、なんか言ってますね。決着をつけてやる。そういえば ヒーローじゃない、チャンピオン、エースがいるんですけどね、見かけないですね。イグザムを使うイフリートとブルーディスニーがいるらしいんですけども、おっと痛い、まあ、NPC が使ったところでという気はしますが、ですね。B は壊れるもんなんですかね。もう。あとはじゃあ1を取って A 行きたいですね。マップがそこだけルートが分かるんで。あの、重いというよりその FPS が上がったり下がったりするのが嫌ですね。安定しない。壊ちゃう。だからそのいざって時に若干ね、シールドブレイクですから。って感じです。今の当たってないですかみたいな感じでした。なんかイマイチですね。まあいずれね、また軽くなるでしょう。だから今はこういう時期なんだと思いますという気はしてます。ものすごい一時ひどかった時ありますからね。それに比べれば、まあ、まあまあ戦える分まあマシでしょう。ただね、私ね、あの録画をする人にとってはね、パフォーマンスがすごく落ちちゃうんでね、厳しいかなという感じですね。ああ、やばいやばい。うわ、いた。なんかもう完全に殴り合いですね。すごい。敵もあの補給艦から一発ゴーっていう、なんか前回の試合もそんな感じだったんですけども、そういう試合になりそうですね。うん、確かにカッカッっていう感じですね。ああ、打てなかった。さあ C に行けるか、2から突っ込みましょうか。まあ、敵のね、特攻にも気をつけないと、やらかしてますからね。上か。わあ、水の中落ちてしまった。やっぱまあ南じゃなかった。なんでですか。ひどい
ひどいですね。今のも X 来てますね。間違いなく。敵もネズミに行くってゲーム、こっちもネズミに行くゲームみたいな感じになっております。はい、もう終わりでしょう。このメンツがここの左下が届いて、あとはこっちが笑わなければ。すごいですね。本拠地は割とここもレース色になる感じですね。まあ、北極基地が完全にレース色のなくしたゲームだとするならば、ここはもうレース色が残りつつ、まあ、だからなんていうか鉱山都市に近いですね。鉱山都市をちょっと変えたって感じのイメージでしょうか。お、終わった。どうしようかな。もうここはもうほとんど終わりなんで、エグザムシステムスタート。誰だ。あ、終わりましたね。終了しました。なるほどねって感じですけど、ニューワークと構成は同じような感じなのに、やっぱりあの中央の電車ですかね、電車のせいで重いのかなっていう気はするんですけど、割とカクつきますね。重いというかブレるって感じです。そんな感じの試合でした。お、頑張りましたね。お、割と手に入りましたね。ゾゾクツヨゾと暑いんでね、ここら辺でやっぱりちょっと前旧体制に戻してやろうかなと。ちょっと変に体温が上がってきてるんで、気をつけなきゃいけないです。皆さんもまだまだ残暑厳しい季節ですから、涼しいとはいえ暑くなる時もあるので気をつけましょう。それでは、一応ちょっとだけ最後に一歩スポット回して終わりにしようと思います。ドン。ビッグドーム出ませんでした。それではですね、第何回だか分からなかったですけど、新キャリフォルニア、新マップキャリフォルニアベースの実況プレイでした。どうもお付き合いいただいてありがとうございました。